お、2階。あ、ここにもなんかあるけど何だ？これはどんなギミックなんだい？マスターソードを壊したい、早く。まあいいか。あ、壊れたー。うおー、背中からめちゃくちゃに打ち上がりました、ミデルさん。戦い方がワイルドなのよね。危ない。オッケーオッケー、いいとこ持っていやがってユンボーよ。強いやつばっかりよ。それでどうしたらいい？どうしたらいいんだ？いや、上からそれこそ落ちてくるパターンかもな。で、帰りはこの入り口から出てこられるという。だって上に炎があるもんね。帰りようか。ダメだ。あ、そうか。で、あとここに照らしたいわけだ。あれ、どうしたらいいんだ？照らしたいけど、光は、光がないと照らせないもんね。そうなんだよ。光がないと照らせないから、ダメか。まあ、あそこが開けばな、光入ってくるだろうけど、あそこが開くことあんのかな？天井に行くときかと思ったけど。まああれだよね、そのさ、賢者の人は女性だったわけだけど、そのガノンドロフと一緒にパンクの女性のゲルド族の人たちもさ、襲ってきたわけじゃん、ハイラルに。だから、あ、上にもあるんだ、光当てたいやつ。まあ、だからどういう立ち位置であれだったのかわからないけど、まあ、もしかしたらガノンドロフについてない人たちはパンクな髪型じゃなかったのかもね。昔のゲルド族の女の人がみんなパンクなんじゃなくてさ。あんまりガノンドロフについていきたくない人たちもいて、まあ、その中にゲルド族の女性もいたのかもなんだけど、まあ時のカリナもさ、そう、え、怖い。まあ、そちらの探索は任せたぞ、リンク。あららら、上までは来られないのか。あ、鏡が反射反射反射でなんかできるみたいなことなのかな。動かせそうだけど。あ、なんかめっちゃ動かせる台があるけど、そもそもの光がないからな、今のところ。何の話だっけ？あ、そう、おまけに、まあ、その賢者、時岡の賢者とかのお話はつけたりしようかなと思ってて、まあ、遅れちゃっててごめんなんだけどね。ガノンドルフのやりたいことについていけないって、反発、時のうかりなのね、賢者の人も。まあ、ナボールじゃん。ナボリスの元となったナボールさんも、まあ、そんな感じだったから、近い思想なのかな？もしかしたらね。一番上まで行って、まあ動かせないもんな。うん、奥に光あるの見えるな。あとこの砂はどかしておくか。よし、どこだ。あ、危ない。なんかこっちの方に光見えなかった？え？怖いとこ来ちゃって、栄光の間。かっこいいけどね。あ、開いたっぽい。ここで戦うってことなのかな？あ、ラクダの、今度は絵じゃなくて置物みたいのが置いてあるけど。かっこいいじゃん。あと？あ、マガタマだ。え、じゃあここが最後戦うところってこと？うーわ、ギブドもあれ？でも光があるな。あ、そうか。
だまあここ最後の戦う場所だとしたら、私勝手に屋上の外だと思ってたけど、まあこのキノコを破壊して光を出して弱らせたりとかすればいいわけだ。で降りてきちゃったんだけど、あそこか。この光を探してたんだ私は。で最高の間、なんとかの間ってつけたいんだな。かっこいい賢者の間みたいなことだ。でこの岩をこう置いて高さを合わせたいのかな。こう出る。でこう外に光を出す。いいんじゃない。だから光を取るところ最高の間。まあだからリンクだけだったら上まで行けるけどね、ルージュちゃんを連れていかなきゃいけないからちゃんとギミックをやんなきゃいけないんだろうなじゃあレールをいろいろ動かしてガガガガガーンってやってみたらいいのか。じゃあまずこの人違うか、レールが足りないや。まあそれか私が発した光がちょっとずれてたのか。絶対これじゃないもんね。逆に遮っちゃうもんなこっちだと。ちょっと右目に。これでどうよ。右すぎ？お、高さ的には合っていて、お、なんかすごい上、あーそこにしたいんだ。なんか惜しいな。この人たちの鏡の向きは変えられないもんな、どうしても。惜しいな。あ、マスターソード回復した、早い。ちょっと右すぎか。ちょっと真ん中。お、いいんじゃない？で、もうちょっと左に。と、お、パワー溜まって。ピコーン。あ、スイッチだ。でもこれだと2人の銅像さんしか使ってないんだけど、あのスイッチを押したらなんかなるのかな。はい、ここか。おお、またどいて。あ、そうか、奥があるんだ。あれ、でもルージュちゃん来られないかったらダメだよね。そっちは任せたって言われたけども。これで下に行けるのか。最初のところだ。よし、じゃあ、慎重に降りて、見えないな。布が燃えないかどうかだけ怖いわ。パラセール燃えたらもう終わりよ、リンクの命は。公園の間。うんうん、さっきのところに戻って来られて、これを開けたらルージュちゃんは来られるもんな。よし。ルージュちゃん、おお、どこから来たんだ、すごい。じゃあここやっていこう。そう、賢者たちお邪魔だ。ルージュちゃんの世界なんだよここは。よで、こう2個目、やっとだ。残るは2つだな。リンク、一気に行こう。はい。ただね、まだね、私分かってないな、残りの。まあ、あの、天井の2つの像をどうにか使いたいというのと、そうだね、あそこを照らしたい。もう一個上にもあったっけ？下か上にもあったから。まあ、そこら辺を照らすとどうにかなるんだろうけれど、光的にな。お、曲盛り上がっていいだよね、やっぱ。ちょっとずつ解放したら、足されてくもんね、曲が。あ、で、なんかこっちにも光が出てたわ。だからこれを動かしてこうしたら、
どうなる？どうなるってことなんだ。明日にやってくれるっぽいから、あともうちょっと、あ、いいんだ、当たったことになった。かすってるだけだけど、こういうの気持ち悪いわ。もうちょっと動かしたかった、左に。あとなんかな、どっかにもう一個あった気がするけど、まあいいか、一旦。あ、ルージュちゃん中途半端なとこにいる。はい、でこの奥にも行けましたと。あ、光があって、最高の間、方向の間か。どこから現れてんの、いつも。何か差し上げたい。うわ、行くよ。はい、あー、そう、最悪であります。なんだ、壺が気球に乗せられてるんだけど、これ意味あるのかな。なんで壺気球にしてんの。うわわ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 、最悪だ。これ落として、うわー、あー、びっくりした、背中取られてた。オッケー、よし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 、一発で倒れてくれるのは助かる。あとここにあるのか。あー、気球があんの上から入んなきゃいけないのかもね、もしかしたら。いいな、輝きの実。よしよしよし、ミネルさんが今度はとどめを打った。はあ、まったく大変よ。で上か、あ、なんか行けそうなところあるのと、あとなんかこれな、使うとこあんのかな。まあ一旦いいか。じゃあ松明に火をつけて、これで登っていってみます。上がるよな。で多分向こうにボタンがあるから、あ、これ詰まっちゃう、詰まっちゃうな。なんか歯みたいな石乗ってるな、上に。で、わあ、ここにピカーンってしなきゃいけないのか。マジか、そういうことか。あ、痛い。じゃあこれをこう浮かせて、鏡なんかひっつけてでやったらいいとかないかな。ダメだ、鏡が止まっちゃうわ、反射できないや。高さを合わせてちょっと階段みたいにしてきました。こんぐらいにしてさ、オーケーオーケー。でリンク自らちょっと光を当てる作戦でいくわ。で、これでいけるんじゃない。オッケー、ぴったりすぎる。おっと、あお、開いた開いた、よし。ちょっとまどろっこしいやり方しちゃったかもだけど、オッケーです。結局気球使わなかったから、多分うまいところで高さを合わせて気球でやるっていうのがあれだったのかもな。はい、頼みますよ。これで3個目だっけ。ふざけろ。オッケー、よし、これで残る蓄電池は一つだ。オッケー。わわわっていう音が増えてきたよ、正気的な音が。じゃあまあここはいいのか、戻ります。あとどこに光をやればよかったんだっけな。ここだね、曲が盛り上がってきてる。いいよ、気持ちも。あ、あそこか。え、どうしたらいいんだろう。じゃーん。あ、あとここ、あれ、ここは当てたことあったんだっけ。いや、ないか。
あそこだよな。あそこに当てるには、え、無理なんだけど無理なんだけど、どうしよう。リンクが自らやるにしても高さ的にな、やっぱこれがなんか気になるんだけど、このこの柱だけさ、変じゃない？なんかここにリンクが立って無理か。ここでどうにかピカーンってやれたらいいんだよね。ギアをめちゃくちゃ、でも置いてないからな、ここには。そういう浮く浮遊席のギア、まあ使ってもいいんだろうけどなんかな、せっかくならちゃんとギミックにあるもので解きたいなという気持ちはあるんだけど、ここはなんだっけ、ここは行ったんだっけ。なんかもう分かんなくなってきたな行けるとこあんのか他に。ここ、あれ行ったんだっけ、ここは。あー、ここ降りるところか。あれ、あそこは、あれ、ちょっと待ってよ、あそこは行ったとこなんだっけ、ここ。あ、なんか私端っこ行ったと思ってたけど、下の端だったかも、あっちの。あれ、ここ行ってないか。なんだよ、勝手に行ったと思っちゃってた。行ってなっぽいな。あ、松明で戦ってる。あ、で、これが後ろなんだ。あ、でもなんか光当ててないところあるんだけど、こっから当てられるのかな。あ、ここが、こっから光が来れば、向こうの対岸に光当てる装置があったから、あれ？ここにもあるな。あれ、奥側にもあるよね。あそこ、隙間からちょっと見えてるけど。このアークに光があんのかもな。ほーい。お、漏れてる漏れてる。よし。ただ、あ、これを挟めば動かないとかあるかな。無理かめちゃくちゃ動く。多分穴がここで塞がらないとダメなんでしょ。戻してみたらなんかタイミングあったりしないか。変なとこでタイミングあっちゃった。あ、でも回転が似たような感じになったから、なんかうまいこと合わないか。いけ、おーしおーしおー、ギリギリ溜まった。よし、時間制でギリです。ガガガガガガって鳴ってるっぽいんだけど、見れなかった何がどうなったんだ。あ、ゾウが動いたかな。よし、お、二段階制か。手前の右側にあったやつが一回開いて、今度はこのゾウゾウにちゃんと当たったんだ。ここが開いたんだな、さっきは。やったじゃん。で、向こうに行って、あ、絶妙に足りんかった。よし、これで最後だろう。いやー、でもクイーンギブドがちょっと怖いんだよな、正直。なんか強いんだよな。これでは前に進めるな。うわ、これはちょっと早い、早いというか、何、怖いな。これで、あ、バカタレがどこに行こうとして、あ、戻された何があったんだ。これを挟んでおけばいいんじゃないか。いいね、怖いけど。あ、ガンガンにはなんないんだ。で、また光が、あ、これで進めるかな。テレ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 ン。おお、トゲが止まった。ここは通れるようになったな。よし、これもなんか、ん、敵がいるだけ。なんだろう、これ岩が欲しいだけか。岩が欲しいだけかも。
じゃあこれを挟んどいて、一応2個挟んどくか、なんとなく。あ、挟めなかった。挟めんかったから、ちょっとしゃがんで。いやねー、オッケー、先に倒しておきます。で、光が出そうな感じは遮光の間、不意打ちできるか。あ、バックターンでージャンプしようと思ったのに。よし、杭がある。遮られてるのか、光が。あ、どういう状況。おお、あー、光が出てる。一回下行ってみるか。じゃん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 。あ、またあるね、あそこに。で、杭があるのだ、ここにも。じゃあ杭で回転を止めたらいい。止めれる？杭にそんなでかい力があるのか。ここ。あれれれれれれ、うまくいかなかった。はい。おお、ちょっとかぶってるけど、まあいいか。はい、ぴったりー。で、遮るものがなくなったよと。オッケー。光持ってきたいのか。ちょっとトゲが下すぎる気がするんだけど、届いてんのかなこれ。いや、ジュッジャカジャカジャンってなっちゃってるな。リンクが静止してくれないからちょっと揺れちゃってるからな、盾がたまらない。だったらこの盾を置いといた方がいいか。リンクじゃなくて、これをそのまま置こう。どう？ああ、いいね。そうか、人力の弊害がちょっと揺れちゃうってところだから、遠かったりすると的が小さいから、結構ね、揺れ幅もでかくなっちまうということだ。どっから来たんだっけ。あれあれあれ、あ、向こうだ。で、あ、開いた開いた、最後の1個じゃん。やばい、緊張してきた。じゃあ最後の1個いきましょうか。いきます。うわ、ドキドキがやばいかも。急に来たかも、ドキドキ。よし、蓄電池すべてに雷を込めたぞ。これで中央のからくりが目覚めるはず。行こう、リンク。はい。うわー、まあでもどんなボスかもう分かってるわけだからな、今回は。はっ、ゆっ、おー、びっくりした。ちゃんと戦い方を考えていけば、しかもフィールドも先見ちゃってるから私は。大丈夫、落ち着けばね。あれ、曲が静か。いや、曲が静か、急に盛り上がってたのに、あんなに怖くなっちゃった。お、ルジちゃん待ってるね。これで動くのかって言ってる。じゃあ行きましょうかね。うわー、もう緊張するよ。唇がカピカピになってきたもん。元から乾燥してるけどさ。お、真ん中に立ってる。あ、む？リンク、カラクリが動くようだぞ。あ、てか今更だけど、ルージちゃんのスカートに柄がない。大人になっちまった。
砂ざらしの模様だったのにそういうところからも大人な感じになっちゃってる。ん？何か光っている？いや、え？巣じゃない？あ、奥か、マガタマか。そうなのよ。ただもうこれが嫌すぎて、あ、ちょっと体力温存してる、温存じゃないや、体力回復してんだな。ちょっとさっき爆弾撃っちゃったし。で、もう私は爆弾どんどん撃っていきますよ、今回。舐めてかからない方がいいんだ、何度も言うが。じゃあ、行くぞ。くどい、イカたち。最初にそれやんなくてもいいか。最初は普通に木の矢を撃とう。じゃあ行きますか。撃ちますよ。はい。落ち着けば大丈夫。2回目なんだからこいつは。ゲーミングバネ。ゲーミングショット。クイーンギブド。雷を神殿に救う。統治法を使っちゃった。リンク、今度こそ決着をつけるぞ。はい。一回持ち替えまして、ちょっと待って、大丈夫だよね。一回待って、ルージュちゃんに話しかけます。別に自分で撃ってもいいんだけど。はい、行くぞ。ここなら奴に逃げ場はない。追い込む。そうだ。あ、でもそうなのよ、巣もどうにかしないといけないんだ。そうだから、ルージュちゃんはもう休んでしまないからね、マジで。はい、竜巻に注意しろ。うわ、竜巻は嫌だわ。竜巻は嫌だわ。弱ってるから打ち込みます、どんどん。おらい、行くぞリンク。よし、行くぞ。あと、あ、でもなんかまだ生まれなさそうか、言っても。あ、気絶してる。おら、おら、おら、おら。ちょっとな、まだあれなんですよ。あ、だだだだだ、怖い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 ね。結構追尾性能ありますわね、あなた。いやいやいや、とりあえず食べまして。別にこの服じゃなくてもいいような気もせんでもないが、まだ生み出す感じではなさそう。入った。あ、おしおしおし。お、第二形態来るかも。入れよー。やっちゃったー、このレンコン気持ち悪いやつね。これ吐きそうな精神攻撃もやってくるからね、言っちゃえば。気をつけろ。はい。あーあー、時間がね。うわー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 、待って、一回ひるませます。輝きの実で、ルージュちゃん今一旦ちょっと、一旦あっちの、それ、ちょっともったいね。で、輝きの実でちょっと時間稼ぐわ。とにかくね、とにかく。あの光、何かに使えない。光を使えばいいのか。なるほど。数を。光を。じゃん、じゃん、じゃん。じゃーん。あー、とりあえずルーちゃん痛い痛い。とりあえずルーズちゃんはやってくれ。入ったか、入ったかな。よし、あの砂が困るんだよな、砂。はい、砂。ルーズちゃん助けて。ちょ待って、とりあえずまルージちゃん、はい、で、まあ、いた、落ち着けばいい。もうあの4つ、まずは4つ破壊します。そうしてからゆっくり、あ、畜生、やっちまったようだ。やっちまった。
今クイーンギブドが何をしているのかあまりよく分かってませんが、勝手に、そうだ、勝手にこうなってくれるから、一応アンチっちゃアンチなんだよな。ねえ、ちょっと遠すぎるなこれ。行くぞって言ったとこがちょっと遠すぎるかもしれん。光の向き、オッケー、よし、あそこ狙い、よし、4つ、わお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 、4つどうにかできた。待ってくれ、あとはあいつをどうにかするだけだぜ。待ってな、クイーンギブドさんよ、もう仲間は出てこねえんだよ。よしよしで気絶した。ほら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 、まあちょっとマスターソードじゃなくて普通にこっちの方が強いかもしれぬから、はいはい、光の元で苦しめー。うわー、変な毒の霧を撒き散らしやがって。危ないよ。もうあれなのよ、油断したらこうなるから、マジで。よし、とりあえず一旦ね、落ち着け。よし、爆弾だ、自分も下った、クソ。これで最後の決着をつけてやりますよ。待ってな、ルージュちゃん、これで終わりだ。よし、これで4つの地域の全てのボスをね、神殿をクリアできましたね。なんかすごいモワモワってしてたね、白い。あ、光か。